さて、何すんでしたっけ、皆さん、今から。今からオリハルコンとか取りに行くんでしたっけ。さあ、オリハルコンを取りに行きましょう。ウォーハンマーがいるの？それとも、何がいるんですか？皆さん。爆弾で壊せばいいのかな？まあ、とりあえずは、これで、借りに行きたいと思います。爆弾で借れるの？ウォーハンマー頑張って作ったけど、一度も使わんかったって。じゃあ、いいや。でも、ゴーレムがさ、ゴーレム岩やったっけ？あれいるんやろ？ゴーレムってこの辺におるから、倒そうやつでかけやし。ボンバーマンなれって言われた。ストーンマンがおるんかな？ストーンマンのでかいやつやろ？任して。ストーンマンおらへんで、今日。あれ、なんでおるときとおらんときおるん、ストーンマンって。マジあいつ俺にビビっとるで。まったく。あ、おった。よし。心の準備はできてる。今から倒しに行ってきます。村は一泊いくらですか？ 2万3000円です。ストーンマン！俺はお前をやっつけるぞ！死ねえ！痛い。待って。君。Wait。あ、来た。あー、壊された。でもお父さんおらへんやん。どうしたん今日。お父さん休みなの今日。あ、壊された。痛い。焼けろ。焼けろ。うわ、爆弾でしか倒せないってやつ。でもこいつらはクソガキキッズはやっつけれねえで。壊された。よいしょ。一応やからお父さん休んでんの今。うわー、お父さん重いのいいやつやな。なんか石板みたいな音したでこいつ。なにこれ、バスタブ、お風呂。あらー砂漠でお風呂というのもまた風情あるものというものが。ピンちゃん、ええもんゲットした。でストーンさんがおらへんねんけど、どこや。レアアイテムなのかなあれって。嬉しいね。ストーンマンどこだろう。ピリンちゃんも入ってくれんの。出てきた。よし。ボンバーマンでやっつけんだっけ、そういや。熱い。ちょ、待ってみんな。激しい。激しい。ちょ、待って。爆弾使ったらいいぞって。本当？爆弾使ってみるか、一個。まだ？爆弾！弾き止めー！やったー！強っ！ゴーレム岩ゲットした。ちょっと待って、こいつやっつけれんのかな。あ、与えれんじゃんダメージ普通に。ミニゴーレムちゃんは。よし、よーし。さあ、こんなペースでゴーレム岩を集めていきましょう。何個いるんでしたっけ皆さん、ゴーレム岩って。威力だけだったらゲーム中最強なんだ。うひモブ湧きすんの待たなあかんな。100ちょいダメージ入ったもんな、今。5個ぐらいいるの？わかった。
あとは折り春コンと合わせて集めておけば完璧ベキーラやね。少し離れたらすぐ出る。ハント出てきた。意外とすぐ出てくんねんな、こいつら。いや、俺やでー。俺やでー。でーい、弾き飛べー、やったー意外と、意外とあっさりいけるもんですね、皆さん。一つ作るのに三ついる？メルキドシールドってさ、何個いるんみんな。お。お。よいしょ。1個で、あ、バスタブ2個目や！やった！お風呂だ！ 2 個入れる。あればあるほどいい？ 1 個でもいいの？じゃあ帰る、もう。すぐ湧いたら借りたいけど、まあいいか。よし。ゴーレムよ、お前のことは忘れない。よっしゃ。街全部 OL ぐらいあった方がいいって。そんな作るの？最終的に街の防壁は全部メルキドシールドでもいいってやつ？ 12 個作ったけど1個しかいかなかったって。2つ作っても楽勝やったって。どういうことなんやろうが。まあ、メルキドシールドを使ってゴーレムの砲撃防いでいくって感じでしょう。オッケーオッケー。さて、まずはね、私、やることがありますので、待ってね、皆さん。増築せなあかんなぁ。いや、違うなぁ。ちょっとした個室なんだね、今でも、ここって。ほい。で、ちょっとした個室にして。いいねー。ぜひとも入ってほしいものですね。風呂用の家作ったら、なんかすげえ覗いてるやつがいる。覗こうとしてるやつがいる。うわ、うわ、煮込み襲いに行ってる、あいつ。引くわー。ダメだってやー。で、ベッド。わらベッドしかないんだけどな、俺んち。もっといいベッドが欲しいぜ。なあ、みんな。It's me!ベッドの横に火を吹く像を置こうって。やだよ。さあ、ピリンちゃん、お風呂ができたよ。ピリンちゃん、待って待って待って。ピリンちゃん、待って、どこ行くの？じゃ、ピリンちゃん来るの待っとこうか。ピリンちゃん。ピリンちゃん。はぁ。お風呂作ったのにな。で、みんな、お楽しみやと思うけど、ここに作っといたるわ。なあ、みんな、後で。覗きにおいで。ここはね、囚人の部屋。看板でも立てとこう、ここに。よいしょ。お、野郎しかいないんだけど、ここ。なんなん、ここ。どれ何したんやろ。奴隷収容所みたいな。確かにな、ここ埋めとく？バリケード置いとく、ここに。で、狙うモンスター。ちょっと待って、みんな。ほら！ここ、よりによってそちら側か。ほら、入ってこられへん、あいつら！うわあ、やっぱ俺の守りって最強やってんや。ほら、
ほら、壊してこれへん。最強やん。どんどん溜まっていく。いやいや、いい、いいですよ。これは。ね。この皆さんね、俺の実力を知ってビビってるとこでしょ。さあ、ちょっとオリハルコン乗ってきまーす。今から。行ってきましょう。よし。さあ、オリハルコンは一体どこにあるのか、皆さんね、多分探すの苦労するかと思いますが、もう、かなり目星はついておりますね。さっきも見つけちゃったからな、俺。どうやったっけ？忘れちゃった。よし。とりあえず、やっつけます。痛い。おら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 、ちょっと待って！見え。怖い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 。おっと。メガネ出しろ。爆弾石は稼いどいて損はないぞって。わかった。とりあえず爆弾岩はいたら全部やっつけよう。全部はしんどい。これだか。これだこれだこれだ。これオリハルコンな。すげえな、オリハルコンって。このギリギリ3段登れないんだけど、やっぱ。いつも思う。で、ここにじゃあ。よし。弾け飛べ。ウェーイ！黒い石だって。オリハルコンいっぱいゲットした。よいしょ。1個だけ余っちゃったけど、まあいいやろ。戦闘は単成じゃないよ、そりゃ。ね。1個だけ？え、7個ゲットしてるよ、これ。7個。セブン、ハリコ、ハルハルハリコン。何や、明治決めだ、これ。うわー、何や、これ。明治キメラでも落とすのは普通の、キュアン翼か。なんか、損した気分なのな、これ。よっしゃ、行くぜ、みんな。弾き飛べ！よっしゃ！めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。イエーイ！オリハルコンもういい？ここってなんか、オリハルコン取っても終わりなん？このエリアって。なんか、なんもなくて寂しいな、これ。黒い石ってのはめちゃめちゃ硬い。なまら硬いってもう北海道かお前は。なまら硬いけど使い捨てなんだ。なるほどね。でもいいじゃん使い捨てって。黒い岩ってやつはゴーレム以外は破壊できないって最強やんそれ。最強やん。俺にぴったりやんそんなん。ねえ。ゲーム実況界1位。ねえ。強い男大ダラ。男大ダラ。よし。イエーイ四つ目い帰ろか。なんかあったん奥で。爆弾岩さん、遊びましょう。ウェット。自己評価高すぎひん。いやでもね、でも自分の評価は高めの方がいいんやね、みんな。俺なんて、ね、どうせ俺なんてなんて思ってるみんな。そんな思ってないみんな。大丈夫だよ。みんなはいつでも輝いてるよ。俺ぐらい輝いてるよ。よし。よし。さあ、これでまた、おいしょ。いいね。6個。すげえできたぞ。どうするみんな。え、スライムなんか仲間になる？ほんと？行ってみる？ねえ、ゲーム実況界のスライムと言われたこの俺が。すげえ弱いな。それはちょっと自己評価低すぎだな、これ。よいしょ。それは言われてるぞって。おかしいやろ。おかしいやろ。もっと評価高いぞ、みんな、俺。どこ行くん、これ。登ってみるか、とりあえず。これ登るのだるいなぁ。マーブル岩とか置いちゃおう。うわぁ、結構遠いですね、これ。さあ、岩山を越えて、奥まで一回行ってみましょうか。ふぅ。ぽよんぽよんしてるからね。誰がデブや。ほら。自分に自信を持てって言葉、響いた。ありがとう、大ダラってな。やっぱね、俺の言葉で、救われる人もね、勇気が出るっていう人もね、いっぱいいるんですよね、皆さん。照れますね、なんか。よし。
奥の森っぽいとこにいる？ここ森やで、みんな。スラ森？ここ。まさに。お腹がキングスライムで。何やそれ。ふざけんな。さあ、ここですかね、森って。さあ、ちょっと行ってみましょうか。わーしょーい！さあ、すごいモリモリしてますが。あ、スライムおるな、あそこに。あいつ俺の友達になってくれそうな顔してるわ。僕は悪いスライムだよって。ほんと？やあ、人間だ、僕はスラタン。君の名前は？なかなか珍しいな。悪いスライムっていうの。ダイダラカ素敵な名前だね。顔だって、凛しくてかっこいい。うわーって出るな嬉しい。ねえ、ダイダラ、実は僕とっても悪いスライムなんだ。あ、そうなの？僕、人間のことが大好きで、人間の友達になりたくて、仲間たちにその話したら僕は竜王様に逆らう悪いスライムだって。ねえ、いや、極悪人やな、お前。それから僕、みんなにいじめられて仲間外れにされてるんだ。うわぁ、気をつけて、ダイダラ。僕を、いじめるスライムが来たって。スライムごときに。うつ、固っ。おい！君ら勝たないなんか。君ら勝たない君ら硬いね。全部やっつけたよ。やった、熱い。めっちゃ来た。すごいや、ダイダラで強いんだね、だろ？助けてくれてありがとう。強い魔物多いから気をつけて。さよなら、ダイダラ。そんだけか。え？俺の作った街がある？一緒に住んでいいの？うわ、スライム仲間なれんの？スラタンダメージ食らっとらんで。スラタン強っ。スラタン壁だよ。カッチカチやな、お前。へぇー。ヒットポイントやばいよ。そやな、まだ大丈夫大丈夫。さ、この辺りって何もないの？もう。帰るか、鬼滅場で。見た感じ、何もなさそうだよね、この辺り。もうない？いや、スラリンちゃんと、スラスラ帰るか。よいしょ。洞窟とかないかなと思ってんねんけどね。うわ、海や、ここ。ま、地へ行こうよって。よかった。じゃあもう帰ろう。よいしょ。鬼滅場！スラタン置いてくない？置くわけないじゃん。モンスターズやで、これ。ただいまー。スライム来た！やりましたね。仲間が増えたねってめっちゃみんな歓迎してくれてるやん。お前らすげえな。ダイダが作った街なんだね。だけど僕魔物代を住んでいいよ。え、友達？やった。ありがとう！僕、町の人とも仲良くなりたい。友達になるね。だから、スラタンの救助に成功した。一応、燃えとるで、なんか。よいしょ、寝よう。スラタン、かわいいね。現実で人生で初めて友達じゃないよ。で、神的な対応力だなって、だろ？あたちも仲間に入れてって、いいよ、じゃあ。リスナーさんも、魔物みたいなもんだからな。多分、どこ行っても迫害されるかもしれん。もう、最低なこと言っとんな、俺今。ねえ。よし。ロロンド風呂入ってな？入ってないな、あいつ。そうやで。ごめんな、みんな。こいつらなんでいつも地面漁ってるん？ねえ。男の住民みんな地下に入りたがるんやけど、なんでやろう？地下好きなんかな、そんなに。で、皆さんなんか、そういや、黒い岩がすごいって話してましたよね、皆さん。黒い岩に置き換える？だいたい。このあたり。よいしょ。発展場って書いてあるところ、やだよ。結構大変やけど。これ黒い岩？買った。大木槌ぐらいじゃ壊せなくなってくるの。これ最強やん、これ。これで俺の町、もう誰も壊されへんで。箱は変えた方がいいかもって。わかった。見た目がいかつくなりそう。あ、箱一発で壊されんねや。めっちゃしょぼいやん、こんなん。誰この箱置いたやつ。よいし
全然壊れる気せん、これ。おい。おい。いい、ダイダラでも壊せない。いや、俺は、壊せるか。以上。爆弾じゃないと壊せないとかだったらすげえめんどくさいんだけど。多分そんなことありそうだから、ちょっと待ってね。よいしょ。あ、でもこの儀式用の箱も結構硬いやん。儀式の岩も。お、すげえこっち堅牢。やばヤバタンやん。これ汚い監獄？監獄じゃないんだよな、ほんと。堅牢な要塞。ようだらですよ、ここは。ねえ。いやー、いいね、これ。ちょ、みんな、住む？住みたい人は、ねえ、だいだら .com までアクセスしてください。これでいいか、とりあえず。次、城が汚い。いや、わかってないな、みんな。チェック柄みたいなのあるでしょ？あえてね、統一感を出さないことによって、おしゃれ感を出すっていう、高等な技法だよ、これ。よし。ほら、あえて継ぎはぎにして、ちょっとなんか、あ、この街、おしゃれかもっていう。そういうのをね、演出してるんですよ、これ。皆さんにはね、ちょっとまだ早いかもしれないけどね、大人になればね、いつか分かる日がね、来るかもしれないよ、みんな。俺のね、言いたいことが、俺がやりたいことが、な、みんな。いつか理解してくれたらいいよ、俺は。さて、皆様、ようやくですが、そろそろできそうですね。とりあえずちょっとご飯食べさせて。よし。うまい！うまい！うまい！拠点を狙うモンスターが現れた？どこや？なんか、しょっちゅう狙われてんねこの街。うわ！壊された！待って！うわ！待って！おい！ああ！俺の街が！あと任せた。うわあ、これたるいなー。リスナーが突してきたって、ちょ、ほんと勘弁してほしい。レンガあかんなー。レンガ怖そう。レンガはちょっと全部潰そう、一回。レンガしょぼすぎるわ。黒岩にしよう、せめて。ひー。勘弁してほしいな。レンガ雑魚。まあ、でもこれでもう、入りようがなくなったよね、みんな、敵は。石垣にしとけって。いや、でも黒岩の方が強いやん。これ白壁やし。もうなんかもう完全負ける気がしない。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあのー。